ください。なんとスタッフさんがスタバー差し入れてくださいました。なんかね、ウーバーはあの私の好きなほうじ茶クラスティーラテがなくて、そう、でもホワイトモカ頼みました。ちょっと2部は1部よりも多いのでもう始めますね。ちょっと待ってね。よし、あ、え、初リミスターになるの嬉しい、ありがとね。もうまだ飲んでないんですよ実は。では2部始めます。そう、おいじゃなかった。はるさん、2作目で選抜の活動に少し慣れましたか？少しは余裕ができて前回よりさらに楽しめてるのかな。これからマヤミンが楽しめる AKB であってほしいな。優しい、というか楽しい AKB であるように先頭で引っ張っていってください。ずっと応援するよ。ありがとうはるさん。私もやっぱずっとね、ファンの方が好きって思える AKB で居続けたいなと思いますので、そうなれるようにまずは自分がね、皆さんのことを楽しませられるように頑張ります。ありがとうね、はるさん。2部も、1部に続き2部もありがとう。これからもよろしくね、はるさん。続いてちーちゃんだ。ちーちゃん、2作連続選抜入りおめでとう。また歌番組ダイヤミンが見れるのすごい嬉しいし、嬉しい。カウントダウン TV とテレ東すごい良かったよ。今回はかっこいいあゆみがたくさん見れそうで楽しみ。今作もあゆみらしくすっごい可愛いから自信持って楽しく活動してね。ちーちゃんありがとう。ちーちゃん歌番組出るとね、いつも画像っていうのかな、あれなんていうの、スクショ、スクショまとめてくれてありがとうね。ちーちゃん嬉しい。ちーちゃんいつもいつも優しい、本当に優しいちーちゃんが私も大好きですので、ありがとう。あやみありがとう。10月札幌で待ってるの、え、もしかして私が持ってたちーちゃんと違うちーちゃん、え、そうかな、そのちー、あ、そのちーちゃんっぽいかも。ちーちゃんありがとうね。ちーちゃん、え、ビタミンさんって呼んでるさ、ビタミンさん、睡眠さんだっけって呼んでくれてるさ、あ、あ、多分合ってる、え、そうだよね、ありがとうね、ちーちゃん。続いてのじさん、ありがとうございます。またまた選抜おめでとうございます。歌番組楽しみにしてます。あ、前髪アレンジの美女最高でしたね。嬉しいね。あの、この前のテレ東のですよね、 M フェス、テレ東 M フェスの前髪、え、あれめっちゃさ大好評で、結構マネージャーさんじゃない、メイクさんとかメンバーとかからもあの髪型いいみたいな、ズッキーにも言われました。嬉しい、またやるね。そう、でもね、一つ難点はあれ自分でできないのが難点なんですよ。そう、私まだあの前髪自分でできなくて、メイクさんにやってもらわないといけないので、ちょっとね、手間をかけてしまうっていうのが一つ難点なのですが、ありがとうのじさん、また会おうね。あ、ヤママさん、メッセージないけどね嬉しいよ、ありがとう。山本さんかな多分。ヤママさんありがとう。最後に会ったのなんだろう、劇場で会ったかな多分、確かね、劇場かな、握手、握手も来てくれますよねいつもね、ありがとう。今作前の楽しみにしてます。山本さんありがとう。あ、続いてエマ、エマさっき見たよ、エマ、エマ嬉しい、リミスター選抜おめでとう、ありがとう。あやみに釣られてきてしまった、わら大声でやかましい話す私にも優しいあやみんが大好き。あやみんはいつもニコニコしてて可愛い。握手で元気もらって毎日頑張ろうって思える。これからも応援してるよ、エマエマほんまにおもろい、ほんまにおもろくて、あ、この前もあの爬虫類のイベントありがとね、エマ嬉しい。そう、あれだよね、ゆきりんさんとみおんさん推し、エマありがとう。エマ
ありがとうね。そう、最近ね、みおさんと一緒になる機会が多くてすごい嬉しいんですよ。沼らせる天才か、おかしいなそんなつもりはないんだけどなありがとう。てかさっきさ、休憩時間にゆきりんさんのさ、あの振りコピ動画、振りコピのあの番組が流れてきて、ゆきりんさんのダンスやっぱめちゃ好きだなって思った私めちゃめちゃ綺麗なんですよ。そう、超綺麗。大阪のとしまささん、ありがとうございます。5月25日に初握手でしたが、すっかりハマってしまいました。嬉しい。一生懸命悩みは可愛いですが、名前はいつか覚えてくれれば大丈夫です。優しい、応援し続けます。ありがとう。そう、私ね、結構初めましての人に名前聞くんですよ、いつも。そう、優しい、ありがとう。としまささん、いつかたくさんお話しして名前も顔も早く覚えたいです。ありがとう。リミスタまで嬉しい。また待ってるね。初握手もありがとうございました。続いてみのるさん、あやみん2回連続での選抜入りおめでとうございます。ありがとう。これからもずっとあやみん推しです。明日の握手会も行くので楽しみにしてます。あと近いうちにファンクラブのイベントまたやってください。やってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう。そう、あのね、7月8月はちょっとファンクラブイベントできなさそうなので、9月にやろうかなって思ってるので、みんなとなんか楽しい夏の思い出が作れたらいいなって。私本当にプライベートの予定がマジないので、夏ねマジでないので、みんなと一緒にプライベートの予定、プライベートって言っちゃいけないか。そう、でもね、みんなと一緒に予定作りたいなって思うので、ありがとね、みのるさん。ぜひその時は応募してください。続いてナッカー、ナッカーさん、今回も選抜おめでとうございます。ありがとう。いつもニコニコの笑顔にとても元気をもらっているおかげで、仕事で辛い時も頑張れており感謝の気持ちでいっぱいです。今回のシングルもたくさん楽しい思い出を作っていきましょうね。嬉しい。ナッカー、ナッカー誰だろう。ナッカー、ナッカー、いつもと違うのかな名前が。ナッカーありがとね。今作も思い出作りましょう、よろしく。あ、ちなみにそう、今回のねソロビジュアルはこんな感じです。インテリ系なのかな、インテリ系なんか全然違うよね、メガネかけると。やっぱありがとう。続いてオペラさん、いつも僕たちをニコニコ笑顔で照らしてくれてありがとう。劇場でも黄色と水色のペンライトの数が増えてて、レスを送るのも大変そうでも一回一回が強烈で目が合うたびに好きになっちゃう。だから今回も言いたいことがあるんだ。やっぱり文字数がね。あ、ナッカーってやっぱマロンチューだよね。いつもマロンチューって呼んでるから、あれ、そうだよね、そうだよねと思ったら、ありがとね、マロンチュー。そしてオペラさん、言いたいことがあるんだよ、叫びに来てください。またオペラさん、いつも大きな声出してくれてありがとね。本当に大きな声出してくれてっていうか、なんかめっちゃ声が通るね、コール。嬉しいです。オペラさんもね、お歌歌ってるからね、お互い喉のケア頑張りましょうね。すごいよ、歌も歌うのにあんなコールすごい。私だったら絶対に喉すぐやられちゃう。すごい。続いて太一さん、一番大切な人が選抜メンバーとして活躍する姿を見るのが本当に幸せです。たくさんの幸せをありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとう、優しい。私のファンの方に太一さんって何人かいらっしゃるんですよ。どの太一さんだろうなって思ってたんだけど、コメント読んで、あ、この太一さんだろうなってわかるっていう感じの文章。すごいね、うちらも長年ね、一緒にいると、一緒の時間を過ごしてるとね、こうやって文章でもわかるようになってくる。嬉しい、ありがとう。またあの、なんだっけ、差し入れケータリング、差し入れの話ね、いつもするんだよね。ありがとう。
嬉しい。続いてしゅんやくん、2部もたくさんサインを書いててお疲れ様、優しい。リミスタは本当に選抜にしかできないことの一つだからとっても嬉しいね。宝物がまた増えた。最後まで頑張ってね。たくさん思い出作れますように。握手会楽しみにしているよ。ありがとう、嬉しい。しんやくんかわいい。私より年何個、2個ぐらい年下でしたっけ、の男の子なんですけど、そういつもね大好きって言ってくれるんです。かわいい、本当にかわいいの。ありがとうね、いつも。そう、私はね、そうずっとね年上だと思ってたんですよ。そう、本当大人っぽすぎて年上だと思ってたらまさかの年下だったっていうね。続いてたっくん、いつも優しく対応してくれてありがとう。こちらこそだよ。終わった後はいつも笑顔になれるし、また会いたくなるよ。連続選抜おめでとう。ありがとう、たくん。まだ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 思い出作っていきましょうね。そう、たっくんね、たっくん強運の持ち主なので、いつもワンショットとかサインめっちゃ当たるよね。すごい、本当に。え、この分も当たったの、この分も当たったのみたいになることが多い。たっくん、これからもよろしくね。すいません、水分補給させてもらいました。ちゆちゃんだ。何何何、今回のシングルのポイントを教えてください。何でも大丈夫です。うわ、まずやっぱ振り付けがちょっとキャッチーで、一見難しそうに見えて、あ、でも意外とね結構早いんですよ。だけど意外と覚えたら覚えやすいのと、あとはやっぱ MV かな。 MV が最近の AKB にはない感じだから、なんかね、新しい AKB っていう感じがして、本当にいい意味でさ、やっぱ昔って結構なんだろう、選抜ってもう手の届かない存在じゃないけど、めちゃめちゃ雲の上みたいな、ほんと選抜様みたいな感じがあったけど、やっぱいい意味で今はね結構選抜っていうのがあんまないっていうか、なんていうのかな、そのAKB の中でも選抜っていう、なんていうのかな、伝わりますか、なんか AKB みんなで頑張ろうみたいな感じなので、それがまたねいい意味でなんか一体感につながってるんじゃないかなって思うし、結構今回はね MV 全員が全部に出てるので、それにね何回も見て探してもらえたらなと思います。ちゆちゃん、また面白い話しようね。ありがとう。ちゆちゃんもね、体調に気をつけてね、本当に。ありがとう。続いて、いくー。なんか面白いこと送ってきてるぞ。あ、愛くるしくて。いや、優しくて。みんなの太陽なあやみんが大好き。選抜で楽しそうに活躍する姿が頼もしくて眩しいよ。嬉しい。もしかしてこの前さ、だからこの前私にサインの時お願いしてきたの、あいうえお作文。そうでしょう、絶対。ありがとうね、いく。絵の上手ないく、ありがとう。毎月毎月本当ありがとうね、素敵なものを。イラスト、かわいいイラストまた待ってます。続いてうらちゃん、劇場でのアイコンタクトドキドキしてしまいます。これからも頑張ってください。お見送りもいつもありがとうございます。ここ3ヶ月当たりません。劇場に行きたいのですが。やっぱ当たんないんだ。みんな当たんないっていうね。なんでだろう。うらちゃん確かに劇場で会えてないよ。うらちゃん、でもうらちゃんさ、最後に入ったのめっちゃいい席じゃなかった？私の記憶にあるのはなんかセンブロの前から2列目とか3列目4列目23、その辺にいた記憶がある。うらちゃんありがとう。ありがとうね、2部も。続いてよしこちゃん、今回もたくさん会えると嬉しい。いっぱい恋積んじゃおうね。恋積み上げてください。今シングルもよろしくね、よしこちゃん。オンラインでまたいっぱいあるのかな。
よしこちゃんね、この前のそうだ、爬虫類イベントも来てくれてありがとう。そう、結構西日本のね、西日本に行くといつも会えるんですよね。今度の佐賀も来てくれるのかな、待ってるよ。よしこちゃんありがとう。新幹線激混みだけどなんとか座れた。あら、そっか、新幹線明日のために、ありがとうね、よしこちゃん嬉しい。え、てかさ、あ、チャンレタスさんまたいる。チャンレタス、チャンレタスとの思い出はなんかやっぱ私すごいドボンのイメージがあるんだよね。チャンレタスなんでだろう、めっちゃチャンレタスね、ドボンと劇場で会ってるっていうイメージがある。ありがとね、私のことずっと好きでいてくれて、ありがとう。チャンレタスまた待ってるよ。そう、爬虫類イベントね、めっちゃ楽しかったですよ。やっぱ私もともと動物すごい好きなので、私よくペットショップ、なんていうの、ペットショップにの爬虫類コーナーじゃないけど、そういうカメとか爬虫類とかそういうコーナーをパパと見てるから、だからそんなになんていうの、抵抗はなかったけど、やっぱいざああやってこんな大きな爬虫類がボーンって目の前に来て触るってなるとちょっとね難しかった。川尻ひろしさん、握手会であって連続で選抜おめでとうと直接言えるのが楽しみです。わー嬉しい、直接聞けるの楽しみにしてます。ひろしさんもね、体を大切にいつまでも元気でいてください。おばあちゃんおじいちゃんと電話した時みたいなこと言っちゃった。ニムもありがとう、こちらこそだよ、ありがとうね。ひろしさんいっぱいご飯食べてね、ありがとう。じゃあ制服着るね。続いてトメさん、あやみんをしてからおたかつ生活が充実してます、ありがとう。嬉しい、トメさん、トメさん今ドボンないですか。皆さんトメさんドボン強いので、ぜひ倒しに行ってください。でもドボンね、結構10位からの壁が高いってみんなよく言ってる。やばい、最近全然公演後のドボンタイムできてないな。やりますね、トメさん対戦したいな、ありがとうね、いつもね。トメさんがくれた可愛い T シャツお家で着てる。続いて HK、 このコメントがあなたの手に落ちる頃には私はもう視聴環境にはいないでしょう。特に仕事をしているでしょう。え、何元ネタ心って、なーにもう。あやみちゃんもお疲れ様だよ、そろそろお手て疲れてきたでしょう、プラプラさせて回復させて最後まで楽しんでね。ありがとね、心配 HK。 何そのなんかよくそのボケみたいなやつがよくわかんないけど、なんだ元ネタ心って書いてある、なん私頭良くないからさ、そういう HK さんみたいに今度教えて、この元ネタを、ありがとうね、本当に。夏ね、お仕事忙しくなると思うからファイトです。あ、山本さん、さっき書いたよサイン、夏目漱石さんのあれなんだ。そうなんだ、ピンときてない。やばすぎ。坊ちゃん、お世話になっております。やばい、待って、黙読してくださいって書いてある、わかったよ。さあ、じゃあ最後の一言だけ読むね、大好きだって、ありがとう坊ちゃん、ありがとうね、黙読したよね、ありがとうね、大丈夫、頑張ろうね、頑張ろうね、うん、まだまだ私も頑張るから、頑張るっていうか、そう、楽しむ、AKBを楽しむ、楽しめたい、やっぱみんなのこと楽しませたいっていう思いがやっぱあるから、うん、ありがとね、某ファッションセンスもいいからね、いつもありがとね。
ボーがねくれた お洋服着てるといつもどこのって聞かれるの。ゆういちろうさん、今回の新曲の MV のあやみんさんのメガネ姿めっちゃ好きです。それも含めて明日からの握手会直接選抜おめでとうと新曲の感想を伝えに行かせていただきます。それではまた明日会いましょう。ゆういちろうさん嬉しい。遠くから来てくれるの、ありがとうね。今来たんだけどまだ大丈夫かな。うん、まだ読んでない。ゆういちろうさんありがとう。今野球はなんかあれですか、そういう何シーズン中。私は今バレーボールに超ハマってて、そう古賀紗理那選手がねパリオリンピックを最後に引退するということで余計に熱いですねバレーボール。野球もねまた教えてください。いろいろ明日待ってるよ。読まれてたらどうしようというドキドキ感。お、まだ読んでないって言っちゃっていいのかな言っちゃったけど、ケンタンさん、ケンタン、メッセージがないけどケンタンありがとう。ケンタン一家お会いしましょう。ケンタン嬉しい。ケンタンどこの誰だろうリミスターありがとうね、ゲットしてくれて。続いて、お、ヒカル2回目だ。ヒカル、そうさっきカタカナで書いちゃったけどちゃんと漢字に書きましたからね。あやみん一部ぶり新曲めちゃくちゃ聴いてる、ありがとう。そういえばあのサビの指のポーズめちゃくちゃ可愛い、真似してもいい？サッカーでゴール決めたらやりたいです。それ嬉しい。サッカー頑張ります。あと握手会も行くから楽しみにしてる。ぜひサッカーゴール決めたらこうやってやってください。ゴールパフォーマンスみたいなやつだよね。ありがとう。そうこれこいつにやった、ぜひやってね。サッカーも頑張ってね、ゴール決めてください。ありがとう、いっぱい一部ぶりでした。嬉しい、ゴールパフォーマンス。続いて、あ、ムーランさん2回目。サイン付きジャケット大切にします。明日の握手も楽しみ。明日も会えるの嬉しい。ムーラン、ぜひ今日のリミスタの話してください。昨日はどうもって明日楽しみにしてます。嬉しい、ありがとうね。ムーランさんありがとう。てか全然関係ない話になっちゃうんですけど、昨日ずっと気になってた、いやまた後で話しますわここまで話してゆりちゃん、こんちか、こんちくは。選抜の長友あやみさんのサインをいただける機会がまたやってきて本当に本当に嬉しいよ。新曲の活動でもたくさんの人にあやみんが見つかりますように。嬉しい、ゆりちゃんかわいい、この文章かわいい、ありがとうゆりちゃんね。また私もこうやってリミスタができて嬉しいね。またリミスタできるように頑張ります。ありがとうゆりちゃん、ゆりちゃんのおかげで今回もリミスタできたよ、ありがとうね。続いてジュリアさん、初めてあやみさんを見た時こんなに綺麗な人がいたんだとなりました。好きになってからまだ数ヶ月なんですが応援してます。嬉しい、すごい気になるところ話し止めれちゃった。わ、なんかタワーみたいの来た。ああ消えちゃった。あ、え、ゆりみん、さっきのゆりちゃん、嬉しい、ありがとうね。まあありがとうだった、ありがとう。そしてジュリアさん、ジュリアちゃん、ジュリアさんありがとうございます。好きになってまだ数ヶ月なんだ、会いたい早くね、楽しみにしてるね会えるの。嬉しい、そんな風に思ってもらえて。大切にしてください、ぜひソロジャケ写食べたよアイス。誰だろうか、アイスタワーじゃないか、タワーとか言っちゃったけど、ゲン
いつも幸せを届けてくれてありがとう。あやみんやあやみん推しのみんなと過ごす時間が楽しくて大好きです。今作もあやみん、今作もたくさん思い出作るぞ。これからもずっとあやみん推しよろしくね。げんげん、ありがとう。これからもあやみん推し、あやみん推しね、ね、言ったね言ったからな、げん。でも嬉しい、ほんとここまでね、距離近くなれて、距離近くなれて、そう、仲良くなれて嬉しいですね。最近好きになってくれたって感じないくらい。ゲームはやっぱね、劇場が好きだもんね。だから私もいっぱい劇場に立ち続ける、これからも。また劇場で会おうね。ありがとうゲーム。続いて、あ、さときちちゃん選抜おめでとう、ありがとう。最初は可愛いしか言えてなかった気がするけど、最近はたくさん会話ができて嬉しい。ずっと一番、やったー、一番もらっちゃった。さときちゃん、ありがとう。さときちゃん嬉しい。さときちゃんはたまたまショールーム、私のショールームを開いて、そう、なんかショールームイベント中で本当に初めて見る名前の人がめっちゃショールームイベントに、うわーおりゃーって応援してくれて、え、なんか突如現れたみたいな感じだったんですけどね。今ではたくさん思い出も作れてありがとう。明日も楽しみにしてるね。ありがとうさときちゃん。あ、いた、ありがとう、待って、いいね、ありがとう。続いて、てか夜ご飯さ、ネギシ頼んじゃった。辻やんさん、改めて連続選抜おめでとう。あやみんのニコニコでキラキラのパフォーマンスが大好きなので、またこうしてたくさん見れて、見れる機会が増えるのは嬉しいよ。先月のアップディフェス楽しかった。あー、辻やんさんね、来てくれた、ありがとう辻やんさん。あ、いた、はーい、だって、いた、いた、ありがとねー。辻やんさんも長いこと好きでいてくれて、私が研究生の時だもんね、まだ全然ね、あれの時から、ありがとう。続いて、たけしグラン、ヒーハーさんだね。2度目の選抜、前回コメント書き忘れたからいっぱい書く。研究生公演で一番楽しそうに踊ってて、お見送りでそのこと伝えて、お話し会でその話してから何年経ったか、テレビで選抜として楽しそうにしているの、こっちも嬉しい。イハさん、ありがとう。そっか、そんな時からになるのか。え、そうなんだ、研究生公演で一番楽しそうに踊ってて、え、初めて聞いたかも、意外と好きになってくれたきっかけ。え、嬉しい、ありがとうね。そうなんだ、それ聞く、もう何年じゃ、もう長いこと経つね。ヒーハーさん、ありがとう、また待ってる。そう、アイス美味しかった。なんだ、アイス食べてないよなんだ。あ、続いて、タケ、タケ見てる、ミンさんミンさん、選抜おめでとう。チェキでふざけても可愛くなるのずるいよ。変顔スキル磨いてね、おい、磨いておいてね、ハート、トゥキでーす。だって、タケ、これはちょっと照れが入ってるよ、このトゥキでーすに。タケ、本当に、タケは最近好きになってくれた。最近、うん、好きになってくれて、めちゃめちゃ来てくれて、本当に、もう本当に、タケは、あのピンポンの天才なんですよ。だから皆さんで、なんかピンポンで、あのピンポン入んないんだけどみたいな人がいたら、ぜひタケまでこちらまでそしていつも面白いチェキをありがとね、本当にマジで恥ずかしいけど楽しいよ劇場のスタッフさんからも大人気のタケ。え、タケスパルタなの、やばすぎ、こんわありがとね、タケリミスタまでありがとう、本当に嬉しい。続いて、あ、イサさん、あやみんが一番可愛い、劇場の一番後ろでも必ず見つけてくれるの、とっても嬉しいです。嬉しい、イサ
たさん。そうなの？そうなの、間違えた。そうね、嬉しい、ありがとう。またね、劇場私もなるべく後ろまで見つけられるように頑張るので、ぜひ皆さん黄色と水色のペンライトお待ちしてます。いた、ありがとう。続いて陽一さん。2回目の選抜おめでとうございます。ありがとう。いつも公演のお見送りの時に声をかけてくれてとっても嬉しいです。あやみんの笑顔は最強で最高です。嬉しい、ありがとう。陽一さん、最近公演会えてないよね。でもあ、でもこの前やったか、ちょっと前、1ヶ月前ぐらい。陽一さん、陽一さんも結構長いこと私のことを応援してくれてありがとうございますね。いつもね、あの私の一番最初の生誕祭の時かなにファンの方が作ってくださったあのうちわをずっと持ってくれてて、生誕のうちわだよね確か、それかチーム K のうちわかちょっと忘れちゃったけど、どっちか。でもずっとね、昔のうちわをずっと持ってくれてるの、ありがとう。さん、続いて、あ、鷹の守護神。ちょっと待って、漢字書けるって思ったけどやっぱもう書けなかった。あやみん、今回の選抜も今回のシングルも選抜入りおめでとう。ありがとう。こうやって次にまたつながるのは嬉しいね。最近あんまり劇場公演に入れてないけど、その分入れた時は本当に楽しくて元気をもらっています。いつもありがとう。今日は福岡からこの配信を見てるはず。え、そうなの。鷹の守護神ありがとう。でもこの前ね、あれで会えたよね、爬虫類イベント。いっちゃん端っこにねいたの見えてたよ。めっちゃいい姿勢で見てたね。やっぱ博多の守護神になってる。博多にいるんだ、いいね、ありがとう。今シングルもよろしくお願いします。ありがとうね。おいしいもん食べてね。あ、続いて鉄ね、これは鉄で読み方合ってるの。私いつも鉄って言ってるけど、この前公演来てたよね。2作連続のシングル選抜おめでとう。選抜として活躍する姿を見られるのが楽しみ。優しいところや会うとめっちゃ話してくれるところ大好き。また会いに行きます。また待ってるね鉄。あ、この前公演来ましただって。だよねだよねだよね、分かったよ私。また私たちの推しについて爆語りしましょう。待ってるよね、早く語ろうね。うちらね、推しかぶりだからね、テスさんとは。本当にもう困っちゃうよ。ありがとう。元気してるかね、私たちの推しメン。ゆみちゃん、連続選抜おめでとう。ますますあやみに恋積んじゃいそうです。どんどんこっそりできなく応援しています。あれどういう意味、どんどんこっそりできなく応援してます。また会いに行くね、ラブだよゆみちゃん。ありがとね、私もラブだよ。多分思ってるゆみちゃんと会ってるはず。ゆみちゃん本当にすごい、あのね、グループ握手会からまさかの好きになってくれて、好きになって言っちゃった、好きになってくれてて、そう好きになってくれたよね。でもこの前も公園うちわ持ってきてくれたし、めっちゃいい位置で見てたし、ラブだよゆみちゃん。あ、いた。ありがとう、ありがとうね。続いて、好きだよだって、私もだよ。続いて大地、あやみん2作連続選抜入りおめでとう。劇場で輝くあやみんも握手会で話してくれたり、話を聞いてくれたりするあやみんも、テレビや雑誌で活躍するあやみんも大好きで尊敬してる。自分も今の環境に感謝しながら頑張っていきます。いつもありがとう大地。いつもお仕事頑張ってて偉いよ。ありがとね大地。なるみんりなるみんり推し。あ、お手紙も読んだ、ありがとね。
ナルミンリー、これからもナルミンリー、ナルミンリー、ナルミンリー推しでよろしくお願いします。あ、いたありがとう、ナルミンリー、ありがとうね、お仕事ファイティン。続いてそらまりさん、2作連続の選抜おめでとう。研究生の頃のあやみんを推しにした自分自身を褒めてあげたいです。これからも楽しく活動してくださいね。で、ありがとうそらまりさん。そうだよね、研究生の頃すごい、あんな昔からマジでね、今は亡き AKB のアプリとか、あのなんだっけ、株主総会とかね、知ってますか皆さん、株主総会っていうイベント本当知ってる人いるのかレベルのあれですけど、昔すぎてね。ありがとうね、サラマリさん。あ、いた、ありがとう、ありがとう、これからもよろしくね。あ、続いてロンさん、連続選抜おめでとう。7月14日から毎月握手会遠征します。今回はダービー当たって臨時収入当たったので、いつもより多めにしたよ。たくさん話せて嬉しいな。おもろすぎ。ダービーってあれですか、競馬。あ、いた、ロンさん、ありがとうね。ほ、え、まだもう終わった、あのなんか日本一周の旅してるよね、バイクでえ、日本一周でしたっけ。すごい素敵、ありがとうね、ロンさん。夜勤サボり中なう、え、やばいじゃん、大丈夫、怒られない、怒られないのそれは。あ、続いてしのちゃん、北海道一周か、もう帰ってきた。あ、ほんと。続いてしのちゃんです。ハルコンで一目惚れして大好きになって、初めてのサインでとっても嬉しいです。大切にします。いつもやみんのおかげで大学もバイトも頑張れてます。大好きです。かわいい、しのちゃん、ありがとう。この前初めてオンラインでね、話せてめっちゃ嬉しかった、しのちゃん。そう、なんと先日ちょっと前のハルコンで私のこと好きになってくれたんですよ。あ、この髪型大好き、大切にします、ありがとう、嬉しい、しのちゃん。ハルコン衣装もね、またどっかで見れるといいね。ありがとうね、しのちゃん、これからもいっぱい思い出作ろうね、ラブ、ありがとう。かわいい、大学もバイトも頑張ってね、ありがとうね。続いてハニワさん、2作連続選抜おめでとう。あやみんがひたむきに頑張っている姿がかっこよくて、どんどん応援したいなって思っています。キラキラ輝いている姿を楽しみにしてるね。嬉しい、ハニワさん、ありがとう。そんな風に思ってもらえて嬉しいです。これからも頑張るので応援しててください、ハニワさん、ありがとう。続いて、あ、いた、ハニワ。え、ハニワってそっか、あれか、なんかさ、オンライン話し会で私名前聞いたことあるかな、オンライン話し会かな、握手会か、確か聞いたことある気がする。続いてモッティさん、やっほーやみん、いつもありがとう。また選抜でやみん見れて嬉しいな。メガネとっても似合ってて可愛すぎです。このシングルも楽しみましょうって、ありがとうモッティ、嬉しい、ありがとうね。そう、メガネなんですよ今作は。これもメガネかけてるので、ぜひぜひ大事にしてください、ソロジャケ写。ありがとうね、モッティさん。あ、オンラインマクションも行ってるよ。え、そうだよね、ありがとうね、嬉しい。続いて、あ、まっちゃん、幕張ファンミのグループショットでは M ポーズありがとう、ユイリーから紹介を受けたマリオのまっちゃんです。あやみんのサインはお初なので届くのが楽しみ、13、14の握手会もよろしくね、嬉しい、まっちゃん、すごい、まっちゃん、リミスタも来てくれてありがとね。そして握手も
え、本当にどん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 好きになっている感じですか。まっちゃん筋肉、私の筋肉を見せるね明日見せますんで13、14楽しみにしてる。あ、いた、まっちゃん、まっちゃんありがとう。リミスタもサイン、初サインありがとね。お、続いて長さん、長さんメッセージがないけどきっとあの長さんだね。ありがとう長さん、最近なかなか会えてないけど元気にしてるのかしら。また会えるのを楽しみにしてますよ長さん。あ、コメント忘れた、だって全然大丈夫よ。ありがとうね長さん、これからも末永くよろしくね。末永く、末永くよろしくお願いしますありがとう。あ、続いてナーナー、ナーナーさっきいた、ナーナー、ナーナーっていうのはね私が考えたお名前なんだよね。ナーナーありがとね。デミスター見れない、見れないかもみたいな言ってたけどよかった。選抜おめでとう、リミスター嬉しすぎる、最高の誕生日プレゼントになったよ。7月23日が誕生日だけど最後まで楽しんでね、新曲楽しみにしてます。今日は仕事だから見れるか分かんないけどいつまで頑張れる気がする、仕事頑張ります。やっぱり仕事でも見れたんだ。あ、いたいた、よかった。ナナーナナナナありがとね。ナナナナずっと私のこと好きでいてくれる、嬉しい。お誕生日おめでとう。7月23日何歳になるの続いてのぶたさん、誕生日当日の発売のシングルに、え、すごい、なんか誕生日の人多くない、この付近。シングル当日もだし、声が入っている最高のプレゼントだよ。発売後にはいろんなところでパフォーマンスすることさらに増えると思うけど体調に気をつけながら楽しく活動してね。嬉しい、のぶたさん26歳になるんだ。そうなんだ、おっとね。あ、明日行くらよろしくね、だって。ありがとうのぶたさん、いつもね夜遅くまでお仕事お疲れ様です。そう、夜遅い部だとね会えるんだよね。のぶたさんありがとね。誕生日発売日、そっか、7月17、2人目だ今日、7月17生まれの人。あ、続いてたくやくん、初めてリミスタ参加します。え、そうなんだ、初なんだ。公演や握手会で元気をたくさんもらっています、ありがとう。こちらこそ、新曲たくさん聴いてるよ。14日の握手会も楽しみしてるね。たくやくんありがとう、いつもありがとうね。たくやくん優しい、優しい人です、優しさの塊そっか、初なんだ。なんか前回も会ってる気が、前回もリミスタいた気がしてたけど、初になるんだね。初だと思えないくらいいっぱい会ってる気がする。あ、いた、サイン届くの待ってて。14日も楽しみにしてます。そして次、福田ひろきさん、ダヒーロー、ニコニコ笑顔悩みをいつまでも見ていたいです、だって嬉しい。福田ひろきさん最近なかなか会えてないけど元気してますかまた会ってお話ししようね、福田ひろきさん。フルネーム、会えるの楽しみにしてるよ。いつもねプロレスの、プロレスが好きなんですよね、ひろきさんはまだドロップキック期待してますよ。すいません、まだ練習中でして、やっぱね完璧な状態でお届けしたいんでとか言ってみる。ありがとう。続いて、りんたろう、あやみ、いつも幸せをありがとう。頑張り屋さんのあやみが大好きです。会いに行くといつも笑顔で迎えてくれて嬉しいよ。これからもたくさん思い出作れたらなと思ってます。時には休む勇気も必要だからね。優しい、りんたろう。ありがとう、いるかい。りんたろうも最近好きになってくれた。嬉しい、ありがとね。もうたくさん。ね、この前初、いつもね、握手でめっちゃ喋るんだよね。そう、やっぱ朝の部って握手、人がね、なかなかね。そう、朝の部はみんなやっぱ空いてるんですよ、レーンが。その時にもいつもレーン回ってくれてありがとう。
本作もよろしくお願いします。よろしくお願いしますっていうのはあれね、思い出作ろうねっていうね、回ってねって意味じゃないの。あ、続いてタカ。タカさっき見つけたよ。2作連続で選抜入りおめでとう。ありがとう。あやみんの日頃の活動が報われて嬉しいです。どんどんあやみん沼にハマって抜け出せない毎日で、毎日でも会いたいです。これからもよろしくお願いします。タカ、タカ私のこと好きなのが伝わるよ。すごく仕事サボってんのやばこの前はなんだっけ、お花くれてありがとね。これなんだっけ、ピンポンピンポンもありがとう。また写真撮ろうね。タカありがとう。マクレガーさん、リアタイできないけど楽しみにしてます。だって嬉しい。マクレガーさん、ぜひいつかお待ちしてますよ。マクレガーですって、リミスタ行きましたって。リアタイできないのにゲットしてくれてるの、ありがとうね。マクレガーさん、お仕事かな、頑張ってね、ありがとう。続いてヨッキー、2作連続選抜入りおめでとう。ありがとう。これからも応援してるよ。だってありがとう。ヨッキー、ヨッキー元気してる？最近会えてないけど、ヨッキーの笑顔大好きなのでまた楽しみにしてるよ。会えるの、ありがとうね。ヨッキー、お、公園行くよ。だってえ、15日、嬉しい。あ、続いてりょうた、りょう連続選抜入りおめでとう。ありがとう。前回はいろんなメディアで出ているのを見るのが楽しかったです。楽しかったので今回の活動もめっちゃ楽しみです。2回目なので前よりも余裕があってさらにチャレンジできているかな。無理しすぎず可能な範囲でいろんなことにチャレンジできるといいね。応援してます。りょうた、ありがとう。嬉しい。公演もありがとね。りょうた、メガネお揃いだね、うちら。ありがとう、りょうた。また待ってるよ。いつもありがとう。さっきコメント欄にいたの見えたよ。続いて、歌舞伎町のおじさん。もう、あのね、書けるようになった、この難しい漢字も。サインとかで書いてるから。歌舞伎町のおじさん、選抜となってますます魅力的になっているあやみちゃん、新しいメンバーも多くなってきましたが今作も輝いてほしいです。私より早く卒業しませんように。え、どういうこと？私のおた卒より早く卒業しませんようにってこと？私と一緒に卒業してください。じゃどっちが先とかどっちが早いとか遅いとか嫌なので私と一緒に卒業しようじゃんね。ありがとう歌舞伎町のおじさん、ずっと私の選抜入りをね願ってくれて信じてくれてた、ありがとう。お、明日行きますよ。だって待ってる。あ、続いてジャリモモ。ジャリモモ確かメッセージ忘れたって言ってたな。本当に忘れてる。ジャリモモは同い年、同い年だからね、いつもね話が合うよね。はい、だってありがとう。同い年さん、これからも00ラインね仲良くして。モモモモありがとう。続いてマリエちゃん、マリエちゃん2作連続選抜入りおめでとう。ありがとう。マリエちゃんはね最近ママになったんだよね。かわいいのよ赤ちゃんが、またこれだからね、赤ちゃんが大きくなったらね一緒にね握手来てね。そう、いつもね赤ちゃんトン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 しながらね。あ、2作連続選抜入りそうに、また地方で会いましょうね。ありがとうマリエちゃん、きっとお母さんって大変なことね、私にはまだわからないこと、わからない大変なこといっぱいあると思うけど、時にね、時に旦那さんに
お願いしますって赤ちゃん預けて自分の時間をね作れるときは作って、そんな時におたかつなんてしてくれたら嬉しいなと思います。ありがとうマリエちゃん。続いて、あ、なぎさちゃん選抜おめでとう、いつも楽しいお話ありがとうこちらこそ。そろそろ緊張しないでお話できるようになりたい。え、さすがにもう緊張しないでしょ。まだ緊張する？今回もいつものお友達と握手行くの楽しみカウントダウン TV 見て、あゆみちゃん可愛いって言ってるめいっ子が可愛すぎたことを報告します。可愛いめいっ子ちゃんあ、そうなんだ、今日見れないらしいんだ。なぎさちゃんありがとう。いつかめいっ子ちゃんともね来てお待ちしてますよ。なぎさちゃん、うちらのメガネ仲間、イエイ。なぎさちゃんありがとう、いつも優しい。続いてちょっとペースアップしていきますね。ヨッピー、あー、あやみんがいい子すぎてついにリミスタに手を出してしまったついになのいいことですよ、リミスタに手を出してしまったんですね。今回も選抜おめでとう、忙しいだろうから健康に気をつけてね、あやみんがもっともっと輝けますように。ヨッピーありがとう、出してしまったか、ついにねついになんだってぐらいいっぱい結構喋ってるけど、初めて買ってしまいましたいいじゃないか、最高。じゃ一緒にファイティングポーズしとこうありがとうヨッピー、また公演待ってるよ、嬉しいヨッピー、ありがとね。ヨッピーは 髪の毛がいつもおしゃれ。続いてゆうすけさん、今回も選抜入りおめでとう、ありがとう。前回がホップだとすれば今回はステップってことは、あとはジャンプだね。今までの助走がついている分高く飛べるはず、これからも見守っていきます、ありがとう。ゆうすけさん、もう私がオーディションの時から応援してくれてるゆうすけさん、ありがとうございます。確かにね、助走はもうどんだけ長いんだってぐらい長いんで大丈夫だと思いますありがとね、そんな助走をずっと支えてくれてた人だよ、ありがとう。続いてガンガン、ガンガンさん、ガンガンさんももうほぼ初期の頃からの忘れないよ、ずっと2作連続の選抜おめでとう、これからもたくさん思い出を作りましょう、ありがとうガンガンさん、ありがとう、これからも末永くよろしくお願いしますあ、ノームさん、ノームさんってわかるよ、あのメガネのメガネマークかなんかのノームさんかな。仙台のファンミーライ劇場も当たりそうにない、次はいつ会えるかな、だって、早く会いたい私も、ノームさんありがとね、また会えるの、あ、やっぱりメガネ、あ、嬉しい、これはもうノームさんのためと言っても過言ではないですよ、メガネね、ありがとノームさんね、早く会いたい。続いてバルサ、ゆえにヒロイン転生のアイドルちゃんたちに浮気してごめんなさい、嫌です、絶対嫌です、あやみちゃん支える気持ちに変わりはありません、嫌だよそんなのさ、浮気しちゃよくないですよ本当に、でもまあ許します、許すんかいって感じだけど、嫌です本当はダメですけど、まあね、しょうがないか、しょうがない、ありがとね悪さ、あ、いたこんな正直に言われたらさ、しょうがないかってなっちゃうじゃん、でもダメなんだよね、こうやってしょうがないかって言ってるとみんなね、どん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 ね、うろちょろ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 するんですよ。でもさ楽しいよね、いろいろ好きなメンバーいた方が、
いや嘘かも。いやいや、やっぱ楽しが一番好きだよ。一番好きだよ、一番嬉しいよ。だってさ、やっぱみんながみんなさ、何人も好きな人がいるとかだったらちょっと悲しいもんね。続いて、ハシモッティー。恋積んじゃったの選抜おめでとう。前作から続いてリミスタをいただけることが嬉しすぎて気絶しそう。今作は真夏の活動だから目いっぱい楽しもうぜ。自分も今までの人生で一番熱く楽しく盛り上がって散財する夏にするよ。遠征も楽しみにしてるね。だってよろしくね。ありがとうね、ハシモッティ。もう安定してきたね、この名前。ハシモッティ、ハシモッティありがとう。でもハシモッティね、ハシモッティも結構昔から私のこと好きでいてくれて、一時期おい、なんか会えなかったけどね、気づいたらまた好きになってくれて、今では結構もうなんか何でも話せる人って感じね。私のファンの人たちともみんな仲良くて、すごいそれを見るのが嬉しいよ。続いて、たいすけ丸。あやみん連続選抜おめでとう。サインもありがとう丸。かわいい。あやみんは天然に可愛いんだよ。これからも推しマシマシでいくよ。たいすけ丸ありがとう。たいすけ丸、推しマシマシでよろしくお願いします、これからも。あ、いた。サインありがとう。あやみんとの恋は積んでないよ。こっちのね、こっちの積み上げていきましょう。どんどんね、どんどん積んでいきましょう。続いて、ケントさん、嬉しいリミスター。あやみ2作連続選抜おめでとう。ありがとう。あやみの頑張っている姿を見てきたし、報われてすごい嬉しいよ。これからも大活躍楽しみにしてるね。大活躍期待してるね。だって、ありがとうケントさん、嬉しい。ありがとうね。また私のこと可愛く撮ってください、写真。ありがとう。撮っちゃう、撮っちゃうしてください。続いて、今井さん。今井さんだ、なんか懐かしい。選抜メンバーとしていろんな場所で輝いてくださいね。ありがとう。今井さんも元気してますか。でも最近会った記憶があるね、何かで。ずっと変わらない。あ、今井さんともメガネおそろっちだ。メガネありがとう。長い間応援してくれてありがとうね。早く会いたい。続いて、沙織ちゃん。あやみん初サインです。そうだよね、大切にするね。ありがとう、ありがとう。こちらこそ。あやみんの劇場公演での歌やダンス、 MC も大好きだよ。7月14日のパシック横浜の握手会行くね。え、嬉しい。会えるの沙織ちゃん。ぜひ、沙織ちゃんですって言ってください。沙織ちゃんです。あ、今井さん日曜行くね。ありがとう、待ってるね。沙織ちゃんありがとう、楽しみにしてるね、握手会。嬉しい。続いて、あ、カイだ。いつも幸せありがとう、大好き。ありがとう、カイ。なんか言われたんでしょ、まなかちゃんに。最近あやみんの方が好きそうみたいな。いいね、いいね。カイ嬉しい、ありがとう。カイはね、昔私のこと好きでいてくれて、またね、さらに最近私に、私のことね、戻ってきてくれた、戻ってきてくれた、なんて言ったらいいの。そう、嬉しい。じゃあ、9割私、1割まなかちゃん。最悪。そうそう、同じぐらい好きでね、これからもよろしくね。あ、いた、カイン、ありがとう。え、14日行くね、だって。嬉しい、待ってるね。続いて、あ、慎太郎さん。あやみ連続選抜入りおめでとう。いつもメールや SNS を楽しみにしているし、このシングル期間での握手会などではまたよろしくです。体調にはくれぐれも気をつけてねって。ありがとう、慎太郎さん。まだテニスやってますか。私は最近全然テニスできてないんですよね。そう、いつもね、スポーツの話、テニス、特にテニスがね、同じ趣味、趣味同じ話、共通の話題できて楽しいです。また話そうね、慎太郎さん、ありがとう。劇場だって、劇場もまた待ってますよ。ありがとね。続いて、
くまもんさん、あやみんこんばんは。だってこんばんは。あやみんをたくさんテレビで見ることに幸せを感じています。あやみんの素敵なところもっとみんなに届け、これからもあやみんをずっと押させてね、大好きです。だって嬉しい、くまもんさんありがとう。 SNS じゃない、そう、ショールームで見るって言おうとしたらいたはーいって、ありがとうくまもんさん。くま、また会いに来てください、ぜひ。ありがとね。続いて、ながちゃん。あやみん2作連続選抜入りおめでとう、ありがとう。選抜としての活躍の幅を広げながらも劇場公演にもいっぱい出てくれて本当に嬉しい限り。これからもあやみんの活躍を近くで見届けさせてね。以上、かなりお真面目なメッセージになったことを許しください。いいよ、ありがとう。劇場公演ね、またいっぱい会いましょう。15日がね、ちょっと久しぶりのポジションで、私まだ何にもやってないので、ほんといつやろうって感じなんですけど、15日 VR 会員限定公演かな。あ、明日の握手行くって、やったー、待ってるね。続いて、あ、ふみやさん、ふみさん、オンラインお話し会や握手会であやみんに会って話せるのをいつも楽しみにしています。7月26日に30歳のお誕生日を迎えます。だっておめでとう、ふみさん。いつも私のワンショット写真大切にしてくれてありがとうそれに加えてこちらのソロジャケットもぜひ宝物にしてください。ありがとね、ハッピーバースデー。30歳になるんだ、見えないね。続いて、白毛玉。たくさんの人を笑顔といっぱいの幸せな気持ちにしてくれるあやみんのパフォーマンスが、恋積んじゃったの期間でもテレビとかを通してたくさんの人に届けばいいな。そして夏フェスいっぱい見つかってねハッシュタグ長友あやみで応援する、ありがとう。いつも今シングルなかなか会えないの、握手どうして、仕事忙しい。ピンポンもいっぱい頑張ってくれてありがとうね。お財布をしっかりしっかりクッと固めてるね、緩めすぎずでも会いに来てくれるのめっちゃ嬉しいから、これからもいっぱい会いに来てほしいし、一生私栄養士でいてください、絶対だよ。分かった、ありがとね。この前の公演も。続いて、福岡翼くん。福岡、新曲の発売と選抜入りおめでとう。前作の横浜で初めて会いに行ったよ、今作もお会いしましょう。だって嬉しい、初めて会ったんだ前作の横浜。そっか、翼、これからもたくさん思い出、いろんな思い出作っていきましょう。楽しみにしてますんで、ありがとうあ、続いて、公平。メッセージがない、どの公平だろう。最近私推しになってくれた公平かな、かなあ、間違った、幕押しだった人です、すみません、コメント忘れました。14日行きます、よろしくです。そうなんですか、一緒ですね、推しメン。まこさんのようなニコニコ笑顔でお待ちしてます、ありがとう、嬉しい、1000円ちょうだいありがとう。あ、続いてサンタさん。どんどん綺麗になっていくあやみん、その優しい笑顔に何度癒されたか分かりません。選抜メンバーとしてなくてはならない存在になっていると思います。これからの AKB を引っ張っていく存在になってね、ずっと応援してます。ありがとう、メキシカンサンタ、サンタさん、サンタさんマジすごい、ほんとマジで、マジでダイエット頑張ってて、マジでみるみるうちに痩せていくんですよ、ほんとすごい、すごいよ。吐いた、まだダイエットしてるの？
そのままでも十分だよ。でもね、わかる、自分のね理想のスタイルとかになっていくとね、洋服着るの楽しいもんね。うん、ありがとう。続いて翔一さん、今作はたくさん会いに行けるように頑張るねだって。嬉しい、ありがとうございます。ぜひぜひたくさん会いに来てください。思い出いっぱい作りましょうね。翔一さんありがとう。お、いた、嬉しい、ありがとう。はい、ありがとう。ぜひたくさん会いに来てください。続いてジャイさん、ジャイさん、あだ名、ニックネームがジャイっていうのかな。選抜2回目も大変嬉しく思っています。初選抜のリミスタは仕事が激務で、気がついたら日付が過ぎておりました。記念すべき初、初回でゲットできずショックでした。指のリハビリは完了しましたが体に気をつけてください。あ、もしかしてあの人かな、指の話をするのはあの人しかいない。指はもうバッチリ治りました。うん、そっか、親指骨折してから1年前ぐらいですよね、あの親指骨折したの。ありがとう、ジャイさん。もうない。あ、豆もやし、豆もやし、わかるよ、豆もやし、わかる。え、嬉しい、私のリミスタ来てくれたの。ぜひ握手とかお話し会でも待ってるよ。豆もやし、ありがとう。 SNS 見てる、見てる、 SNS でよく見かける。ありがとね、豆もやし、嬉しい。マナクロ推しとかじゃなかった、違ったかな。あ、カボーさん、カボーさんメッセージないけど、ありがとね、カボーさん。赤帽子のカボーさんです。え、握手会、豆もやし、豆もやし、ユロキ推し、違う、待ってるよ。カボーさん、ありがとう。続いて、ゆたかさん、エアミ2作連続選抜入りおめでとう。ありがとう。エアミの歌番組などでたくさん見れてとっても嬉しいです。これからもエアミの活躍をずっと楽しみにしてます。大好きやって、ありがとう、ゆたかさん。え、握手会好きになっちゃうから行かないって話、何それ。それは言い訳ですよ、豆もやし。なってるよ、ゆたかさん、ありがとう。2部もこれからも末永くよろしくお願いします。いつもね、ファンミのステージイベントとかなんかいろいろありがとね。適当か。いった、ありがとう、ゆたかさん、これからもよろしく、ずっと。続いて、クリスティアーノ台湾、中国人、モンさんの友達です。おお、ありがとう、モンさんの友達。今月、あ、今年3月のリアル握手会の時、モンさんと連番で一緒に並んで、あやみんと話した。あやみんは本当に親切だと思う。次のシングルのリアル握手会で日本に行ったら絶対にまたあやみんと握手します。もう一度選抜おめでとう。嬉しい、クリスティアーノ、わかるよ、ありがとうね。また握手待ってるね。ぜひ日本に会いに来てください。私もそっちに会いに行きます。台湾行きたい、本当に。なっちゃん、これは読んでいい？え、なちっちゃいの、あのさ、ちっちゃいつ、何個これ。なっちゃん、これからもずっともです。夏だやサマー2024、これにて開幕。本当だよ、去年の夏を超える夏をさ作ろうよ。やっぱ私やっぱ2023ね、見捨てられちゃったわ。夏2023もやっぱ楽しすぎたからさ、
チームホームラストコンといいね、いろんなフェスといい、いや超えましょう。2024開幕、え、ね、会える予定あるのてか、うん、フェスとかで仕事忙しいでしょ絶対。これ見て開幕よろしくね、ありがとうなつき。続いてかなめ、2作連続選抜おめでとう、今年はたくさんに行くね、ずっとずっと大好きだよ、かわいい、かなめありがとう。たくさんに来てくれるの期待しちゃおっかな。じゃあかなめ待ってるよ、ありがとうね。かなめ、かなめの笑顔マジ好き、可愛くて大好き。続いてロッカーさん、ロッカーさんありがとう。改めて26、間違えた、64枚目シングルの選抜おめでとう。念願の選抜入りで、選抜ならではのしんどいこともあると思うけど、くれぐれも体調に気をつけて、またいつか必ずあゆみに会いに行きます、またね。嬉しい、また待ってるね、ロッカーさん絶対会いに来てください。いつもおしゃれな格好してるからね、ロッカーさん本当、うん、ありがとう。続いてともみー、ともみいた、ずっとコメントに。ともみってこういう字書くんだ、かわいい。みんちゃん連続選抜おめでとう、ありがとう。いつも楽しそうに活動しているみんちゃんを見るとこっちも楽しくなってくるし癒されます。いつも楽しい時間ありがとう、こちらこそだよ。あ、ナルタオミンのスリーショット待ってます。確かに最近ナルタオさんに挟まれてないな。ともみありがとう、この前め、この前なんかカラフルだったけど最高でしたよ、ありがとね。ともみ、ともみにみんちゃんって呼ばれるとさ、なんか蔵のチーム4時代をマジで思い出すんだよね、戻りたいね、またね、ありがとね。ともみ、なるたおさん今日挟んでもらおうかな。じゃあでも今日さ、写真とか撮ったりする時間あるのかな、もはや。リミスタ組はさ、やっぱ急いで向こうに向かうわけさ、ほぼほぼ時間ないんじゃないか説ね。続いてアンさん、選抜2回連続おめでとう、今回もあゆみの名前呼んだの一番嬉しかった、毎回ニコニコしているあゆみを見て癒されます、いつも面白くて優しくてスタイルも良くて、あゆみの全力笑顔とダンス本当に最高、今回も選抜活動 AKB の代表として頑張ってください。アンさんありがとう、嬉しい。アンさん、アンさんもなんかお話しするたんびにどん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 日本語が上手になっていってて、すごいありがとね。アンさん I love you。 続いてコッピーだー、コッピー最近コッピーってするのハマってるの可愛いけどね。みんみん、私の恋積んじゃった話聞いてくれるいいよ、なんだい。実は最近プロポーズに失敗しちゃったの、その子は世界で一番可愛くて優しくて誰よりも大切な存在で、どうしても諦めないのでこの場を借りてもう一度だけいいですか、あやみん来世で結婚してくだ、文字数あのさ、まだ諦めてなかったわけ、だから言ったじゃん、人差し指ならあげるよってコピー、本当に私のこと絶対幸せにする自信あるの、あるんですか、来世ね。よし、じゃあここの薬指開けとくよ、コピーのために声積んじゃった、どんまい、幸せにします、よろしくお願いします結婚ね、待っててよ、じゃあそれまで、分かった、絶対待ってられないでしょ、本当に待ってる自信あるのね、ありがとね。コッピーいつもたし
エアミン、今回のソロジャケシャもめっちゃ可愛いね。にまにま。あのさ、見てないよね。あやみがどんどん沼らせてくるので困っている私です。この前も一瞬で見つけてくれて、その時の表情が可愛すぎたの。明日、明後日もよろしくね。楽しみ。来てくれるの私。ね、私もあのさ、みたいなさ、うちは作ってほしいんだけど。いや、いいんだけど。いつかね、いつかあの、みたいな。私また公園で会おうね。うちは全然大丈夫だよ。会いに来てくれたけど嬉しいから。分かった、作る。マジでやってるの。ありがとう、たし。続いて、たけ。もう1枚だってね。2枚目ありがとう。いつもふざけてばかりでごめんなさい。たまには真面目に愛を伝えます。長友さんはブラボーです。ブラボー、ブラボーです。長友選手ブラボーです。あのさ、読まないよこの先本当に。ブラボー、ブラブラ、ブラボー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 、ハート。ありがとう。タケの設定でしょこれ。あのさ、ふざけられないとさ、そういう愛を伝えられないタイプのさ人ね、わかる。そういう男子いるよね。好きな子にはあのもう言わなくていいよ。好きな子にはしたくなっちゃうみたいなタイプでしょ。ありがとう。でもお手紙読んだよ、嬉しかった。ブラボー、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 ありがとう。たけ、次さとっちゃん。最初のコメント面白くないって言われたのでもう一枚。え、誰に言われたん、誰に言われたん。タケか。人差し指を上げたと聞いたので。左手の小指輪いただけますか。今度指輪持ってチェキ行きますね。また万円ほどかかるかもしれません。あ、左手の薬指は先約があるのですみません。あのさ、のろけですかここで。さとけちゃん、え、いいの、逆に浮気になるけど。いい、それは。小指ね、分かったよ。ピンポンはほどほどにだよ、分かった。てかいいわ別に、そのさ、私が2番目みたいな、いいわ。あの薬指だけで、その薬指大事にしなさいね。いい。ありがとね。続いて、安弘さん、連続選抜おめでとう。なぜだか未だに初めましてができていないゆいり推しです。え、ゆいりさん推し。マジですか、初めましてできてないの。嬉しいよ。でも安弘さんありがとね。ぜひミンディー押してこ。ミンディー、なんかさっきもメールでミンディー届いたらしいの、嬉しい。リンゴありがとね。続いてモップさん、あやみ連続選抜おめでとう。嬉しいな。ありがとね。私のお父さんみたいなもんだよね、もうね。いや、ほんとおかげで選抜入れていただいて、これからも末永く私の卒業までいてください。もうあのフラフラするのはもう別にいいんで、全然別に全然いいんでっていうか、もうそれはもう分かってる。モフさんね、いろんな人からね知られてるもんね。だってね、ありがとね。これからもよろしくね。待って、またタケ、タケかっこ真面目モードって何。3度目の正直です。メグ推しの私にも、私もメグレンジャーだからと優しくしてくれてありがとう。悩みを聞いてくれてありがとう。これからはメグよりも嫁よりもあなたを最優先にします。最後になりますが、メグ舞台初日のためリアタイできません。ごめーんす。え、いたやん、バリバリいたけど。メグさん今日初日なんだ。そうなんだ。ありがとう、たけ。これからもよろしくね。本当にでもこうやってね、ああ舞台の帰りなんだ。そうなんだ、間に合ってよかったね。ありがとう。この先もね、でもこうやって関係が終わらずにいれて嬉しい。私は
続いてまーやちゃん、2作連続選抜おめでとう、ありがとう。カラコンウィンクの可愛い雰囲気からガラッと変わったかっこいいあゆみも大好きです。またハーフツインしてくれるの楽しみにしてるよーって。まーやちゃんありがとう。またハーフツインするね。まーやちゃんいつもありがとね。優転しますからの舞台初日と塩すぎで、嘘だ、塩だった。私塩とかないよ、本当に砂糖すぎるぐらい砂糖だから。まやちゃんありがとう。私と服の好みが似てるんだよね、まやちゃんは。ありがとね。さあそしておめでとう、あやみんの笑顔が見たかったので初めて申し込みしました。レンさん、私の知ってるレンさんかな、違うレンさんかな、でも初めて。レンさんありがとう。レンさんぜひ使いに来てください、待ってます。レンさん嬉しい、ありがとう。笑顔が見たくてありがとう。続いてゆかりちゃん、2作連続の選抜本当におめでとう。前回のリミスターは手続きミスでまさかの購入できてなくて、ああそうだったね、そういえば横浜のお話し会で次作のリミスターは絶対購入するからまた絶対選抜入ってねというお願いを実現してくれて本当にありがとう。これからもずっと応援するね。嬉しいね。あ、初リミスターです、知ってるレンです。お、レンさんありがとう。そしてゆかりちゃんね、無事にこうやってリミスターかけてよかった。え、晩ご飯ネギシなの？一緒じゃん、おそろっちだね。移動車で食べようかな。続いてリオさん、長友あやみは人生3号。あ、あやみ選抜おめでとう。たくさんメディアで見られるようになって嬉しいです。まさに物事が変わるのは一瞬です。これからももっと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 素敵な姿を見せてください。あやみんは人生あやみんは人生って何。あやみんは人生で乾杯してくれてんだよね、いつもね。ありがてか好きなんだプロレス、嬉しい、ありがとう、ありがとね。あやみんは人生、イエイ。あ、いた続いててっぺー、長友あやみは人生2号、あやみんの笑顔でいつも癒されてるよ。あやみんとダイヤモンドのように眩しい、あやみんのダイヤモンドのように眩しい笑顔がいろんなところで見れることを期待しています。あやみんの笑顔が大好きです。あやみんは人生あやみんは人生、てっぺーありがとね。みんみん推し、最近なんか、私のね、あれだけど特にいないけど大丈夫ですか。ミユにバレないようにだけど、長友が大好きだ。バレてんのよ、もう全然。すごい、みんななんでこんな連番できてんの？せーので申し込んだわけ？ジュンに、長友あやみは人生1号。あやみん選抜おめでとう、ありがとう。あやみんの笑顔で毎日癒されてるよ。その笑顔でお願いされたら何でも言うこと聞いちゃうよ。また会いに行きます。あやみんは人生。ジュニー、ジュニーさん、あやみんは人生、何でもお願い聞いてくれるらしいんで会いに来てね、いっぱいありがとう。し、あと数人です。あやみん大好き、ありがとう。てか昨日さ、虫刺されしてマロンの散歩行ったのにさ、蚊に刺されたんですよ。なんで？悔しい、蚊に負けた気がして。りょうさん、改めて2作連続選抜おめでとうございます。ありがとう。あやみんが選抜メンバーとして輝いていて嬉しいよ。ファンもたくさん増えたね。選抜でも沼担当なのかな。今後の活躍も楽しみです。りょうさんありがとう。りょうさんもね、推しメンいっぱいいますけど嬉しいです。結構いつも会いに来てくれて。りょうさんは美人メンバーが好きなんだよね
その中に入れてるのも嬉しいですよ。ありがとうね、りょうさん。続いて、後期。あ、先週末のふとあごひげトカゲではお世話になりました。こちらの想像以上にファンの方にもメンバーの方にも楽しんでいただけたようで幸いです。これからも頑張ってください。またよろしくお願いします。あー、もしかして爬虫類イベントの時にいたスタッフさんかも待って、やばい、リミスタ来てくださったんですか。嬉しすぎね、めっちゃ楽しかったです、あのイベント。またぜひよろしくお願いします。すごい嬉しいリミスタ、ありがとうございます。また待ってます。ぜひお話し会でも握手でも。ありがとうございます。え、待って、スズメ、スズメなんで来てるの。え、嬉しすぎるんだけど。まさかのまさかだよ、スズメが来てるのは。さすがにね。来ちゃった一言目来ちゃったなのやばいのよ本当に。あやみんが選抜なのはほま嬉しい。サチギャルこんな私でも優しくニコニコで迎えてくれて、細くて可愛くて踊り方が綺麗で笑顔が可愛くて、そんなあやみんが好きです。あやみんが進む道すべて幸せで溢れていますように。キルキルあみちゃん最強スズメギャル、ギャル代表スズメありがとう。嬉しい。スズメはちょうど前作のね、前作のあのお渡し会、渡し会っていうのかな、名古屋のグループ握手会でね、いっぱいループしてくれてて、それでね知り合ったんですよ。知り合ったやっほやっほ、おんちゃんとあみちゃんは相思相愛なので供給肩で溺れるくらいでお願いします。そう、みおんさんが最近私のことを気になってるみたいな、気になってるだっけ、最近密かに好きみたいなのメールに書いてくれたらしくて、嬉しい。てか私本当にずっとみおんさんのこと好きなのに、なんか結構最初の頃の方はそれを結構いろんなところで伝えてたっていうか、なんか書いてたんですよ。でもなんか本当私の一方的な片思いかなっていう感じで、そうだけどね、嬉しい、そんな風に言ってもらえて。みおんさんマジで優しくて大好きなので、マジで全部可愛い、私のロールモデルです、みおんさん続いて、わたる。リミスタ買おうと思ってたんだけどメッセージが思いつきません。とりあえず大したことは思いついてないので、この世に存在する全てのものにおいて長友あゆみが一番好きってことだけ伝えと、文字数が。わたる、ありがとね。本当にほんまに私が一番好きか、今本当か。でも好きじゃなきゃ来てくれないよね。いや嬉しいよ、これからもずっと好きでいてね、本当に約束。他のところ行ってんのは知ってるよ、知ってるからね。続いて、しほぴー。14日の握手会行くね。あやみんさん、あやみさんと初めて握手できるのすごく楽しみ。最近公演が落選続きだから、あやみさんチャージたくさんできますように。嬉しい、しほぴー、ありがとう。待ってるよ、また初握手楽しみにしてるね。2つもありがとね、2つも嬉しい。続いてともさん、あやみん改めて選抜おめでとう、覚えてくれているかな。なかなか会いに行けないけどずっと応援してるよ。ともさん覚えてるよ、猫ちゃん飼ってるともさんでしょ。わかるわかる、ありがとう。またね、劇場役所で会えるの楽しみにしてるので、ずっと覚えてますよ。あ、待って、私が思ってるトモさんと違ったかも。おまめぐちゃんになってる続いて、さあ、あやみんこんばんは。前回はメッセージを書き忘れちゃってごめんね。劇場公演での姿を見て好きになりました。サイン嬉しいです。今回のシングルはメガネがすごく似合ってて可愛いね、陰ながら応援してます。あやみんが思う注目ポイントはどこですか。さあ、さあ、さあちゃん、さあさん、ありがとう。あ、トモさん合ってる、合ってる、よかった。さあ、ありがとう、嬉しい。注目ポイントはやっぱダンスですかね。ぜひ真似してください。TikTok なので踊ってるので。ありがとう、いた。さあ、続いて、
みきお兄貴、みきお兄貴、あゆみお疲れ様です。兄貴は夜勤の最中なので残念ながら配信は見れないけど、大好きなあゆみをずっと応援しているよ。ウェーイ。お仕事で見れないのにミスタ申し込んでくれてありがとうね。みことも、お仕事ファイト。みきお兄貴、一部でいっぱいみきお兄貴について喋ったからちょっと探してみてありがとう。まいまいちゃん、え、嬉しい。あやみんこんばんは。白毛玉さんの後輩です。すごく可愛い子がいると思っていつも目で追っているのがあやみんでした。これから押していいですか？もうぜひぜひ、まいまいちゃん一緒にいっぱい思い出作りましょう。ぜひ押して後悔させないので、ぜひ待ってます。あやみん可愛すぎます。初サイン、嬉しい。可愛い、ありがとう。初サイン嬉しい。リミスタ届くの待っててね。ありがとね。続いてタチョマル、元気？今シングルも選抜おめでとう。続けて入ってるといいなって思ってたから本当によかった。仙台ではゆっくり話せてよかったし、またゆっくり話そうね。いつだって優しいあやみをこれからも応援していくし、ミンディーオタとしてよろしく。タチョマル、あ、ヤッホーヤッホー、これからもミンディーオタとしてよろしくね。タチョマル、ミンディー公式お兄ちゃん的な感じで、でもユーリさんよりは年下かありがとね、たちまる。仙台マジで楽しかった。あのさ、待って、タケめっちゃいるんやが4枚目です。あなたの日々の活躍に心より敬意を示し選抜入りを祝福します日頃おふざけが過ぎる私ではございますが、これからもお相手いただけますと幸いです。ちゃんと応援しているやで、伝わったかの。他のことのチェキは許して。いや、伝わったよ。こんなに来てくれるなんてマジでびっくりしてる。ありがとね、タケ。すごい、こんなにたくさんありがとう、本当に。ありがとうございます。マジで伝わった。伝わったっていうか、前までも伝わってた。結構ちゃんと。ありがとう。続いて、カズマサ、サンピラーさん。すごい、またまた2つもありがとうございます。あやみんは女性としてもめっちゃタイプで大好きです。だって、嬉しい。カズマスさんありがとうございます。サインもう1枚あるね。ありがとう、嬉しい。続いてもうくん、さっきも来てくれたもうくん。あやみんの笑顔につられました。だって、嬉しい。もうくん2回目、ぜひぜひお話ししに来てください。握手やサインなどお待ちしておりますので、もしよければまた来てね。もうくんありがとう。さあさあさあ、あ、ハギさんハギさんありがとう。本当に来てくれたの？いつも遊んでくれてありがとうございます。これからもいっぱい遊ぼうね。明日握手行くからよろしくね。マジ？この前公園来てたよね。なんかお見送りそんなに話せなかったけど来てくれてたの知ってたよハギさんありがとう。このマヤミが目の前にいるときにビンゴの振り間違えたの積んじゃったよねリベンジしに来てください待ってます。ありがとね、ハギさん。あの、なんだっけ、ファンミでめっちゃ喋れたのね、嬉しかった、最高に。そしてラスト、アイコさん。あやみん連続選抜おめでとう。今回のシングルもたくさん楽しい思い出作ろうね。まだ押し始めて短いけどこれからもよろしくね。嬉しい。ラスト、愛子さんね、まだ押し始め、確かに最近好きになってくれたけど、チェキも取れたりとか劇場来てくれたりとか、すごい思い出いっぱいね。あ、いた。オンライン話し会とかもありがとね。ラストです。ありがとうございます。よし、終わりました。第2部も本当にありがとうございました。皆さん、楽しい楽しいリミスタでした。この後はあのオールナイトフジコ夜1時5分からとかだったかな、出させていただくので、ぜひ積んじゃった見てください。ちょっと久しぶりに踊るのでね、
私もやばいんですけど、長時間ありがとうございました。本当にリミスターあっという間、本当はもっと余韻たっぷりで喋りたいんですけど、そういうわけにもいかないのでまた会えるのを楽しみにしてます。明日明後日も握手あるのでちょっと早いですが、早起き頑張りましょう一緒に。ありがとね、本当にありがとうございました。たくさん来てくれて嬉しかった、ありがとう。またね、待って。